はい、どうも皆さんお疲れ様です。ダーポンです。ダーポンを実況するワンダと巨像やっていきたいなと思います。プレイステーション2で発売されて、プレイステーション4にリメイクされたこのワンダと巨像なんですけども、ちょっとムービー始まっちゃったんですけど、すいません、切りますね。今回ワンダと巨像をプレイさせていただこうかなと思います。僕がプレイステーション2の時、一番初めてやったとき、実は言うとこのゲームですね、クリアしたことがなくて、途中でね、多分途中でね、諦めちゃったと思うので、その頃のね、自分を超えられるように、まあ、名作中の名作のタイトルなんでね、せっかくなのであれば、綺麗になった、この PS4 でのリメイク版を頑張ってクリアしようかなと思います。で、物語はね、まあ、知ってる方も多いと思うんですけども、まあ、ある少年が、自分の妹を助けるために、巨像をね、なんか狩らなくちゃ、これムービー入ってくるの早いんですけど なんか狩らなくちゃいけないっていうことなんで、まあ、早速ね、ちょっとニューゲームからプレイさせていただいてですね、いきたいと思います。難易度、ノーマル、イージー、ハード、まあノーマルでいこう。こっから始まるのかな？いや、すごいですね、本当絵が。綺麗ですね。非常にマップの作り込みとか世界観とかね、かなり、著名人の方もですね、かなり高評価しているゲームタイトルなんですけどもね。おー、なんか勝手に、これなんかな、遺跡みたいな感じですかね。いや、これでも思い出すなぁ。でもこれ、カメラ動くぞ。初めてプレイした時はね、これびっくりしましたからね。こんなゲームあるんだ、みたいな感じで。まあ、昔の自分をね、思い返しながらプレイしていこうかなと思います。まあ、当時ですね、まあ学生時代はですね、当時はですね、FPS ゲームとかね、全然やってなくて、この手のね、アクション系とか RPG 系のゲームがすごく好きだったのを記憶してますね。当時は本当にね、FPS そんなやってなかったので、ね、今、はね、もうすっかり FPS に取り憑かれてますけども。すごいですね。やっぱりムービーの作り込みっていうところで言うと、結構光の加減だったりとか、あとはサウンドですね。今ね、ヘッドセットつけて、やってるんですけれども、ヘッドセット越しの響き渡る、感じ、馬の蹄の音ですとか、そのあたりすごく作り込みがいいですね。またこのね、この覚えてるのがね、音楽がね、このタイトル素晴らしいんですよ。いや、思い出しますね。ちょっとね、昔の自分はね、エンディング見れなかったので、頑張ってエンディング見ようかなと。10代ぐらいの少年ですかね。あ、本当だ。妹を抱えてますね。だいぶなんか、妹肌の色めっちゃ白くない？ちょっとあれなのかな。ちょっとなんか気候があったかいのかな、ここは。なんか祭壇みたいな。その地はテッドテンたちが当たった響きより始まり、すべては無と有に置き換えられ、石に焼かれた記憶、血と若草と空、
そして光で織りなす像を操る技を持つ者。その世界では望めば死者の魂を取り戻せると伝え聞く。イコラルキザドユーローラ。は。しかしその地に足を踏み入れることは固く禁じる。なるほど。ユワロラクイカ。これじゃあ妹はすでに亡くなっちゃってるという。でその禁忌の地に足を踏み入れっていうことですかね。これムービー中にね、こうやってカメラね、自分で動かせるんですね、視点を。あれ、なんか、やばいんじゃないこれ。すごくなんか呪われし者たち。え、これ、こんなので戦う戦闘があるのこれ。そういうゲームだったっけこれ。ずいぶんなんか特徴的な形をした剣ですね。え、まとってるよ何かを。彼何かをまとわしてるよ。消滅。雷です。あらららら、こう、古の剣が、すごい天の声が。そこにおるのは人間か。なんか女性の声となんか男性の声が混じったような声です。ドルミントはあなたの。オシティハイロワウキウワイク。大地の果てにあるこの地に死者の魂を操る術。ウジノルデキウウティウイラ。アイウエンクス。ハ。アウユウリユアイズムドルミキウト。ほほ。イズキュムクイドゥゼオロドユイウエリコ。ケニエとなり失ってしまった魂を。あ、アルティクリック。なるほどね。イケニエで魂を失った魂を。あ、そうね。可能ではない。は。ウロノラ。おゆ。アウペツ。アイオロス。ギュキクオル。ノスンキス。ノクオト。ここに立ち上がる偶像が見えるよ。その像すべて破壊する。はあ、なるほど。ユドゥユベザナダウクオウ巨像。その巨像を打ち倒すことができれば、はあ、偶像を破壊することができるだろう。オラ。なるほど。
Hola, YouTube New. No cool.ここから物語が始まるわけですね。まあ要は、失ってしまった魂を取り戻すためにこのドルミンっていう、まあ、神様みたいな存在なんですかね。この力を借りると。で、剣の光が集まる場所に向かうんだ。ここにお前が倒すべき巨像がいるはずだ。要はこの古の剣を使って集まった光の先に巨像の位置がわかると。まあそういうことですわ。始まりますね。ここまではなんとなく覚えてるような。ちょっとごめんなさい、すいません。なるほど。設定で、サウンド。大丈夫ですね。表示画面の明るさもちょうどいいですね。ゲーム、このあたりも大丈夫ですね。操作感は大丈夫ですね。ちょっと、攻撃、視覚、アグロ操作、標準。はい。まあ、チュートリアルとかあるでしょう。いや、すごいですね。こんなに綺麗になっちゃったとは。アブロ、バスでジャンプします。おーい。はい。乗るのどうですか。日が当たる場所で剣を掲げ、光が一筋になる方向を探します。光が一筋になる。こっちだな。こっちだ。まっすぐ行ったとこだね。あぶん。あ、結構着地できるんだね。なるほど。よし。アグロの近くで三角の四角を押すとアグロに乗り寄る。乗れねえんだけど。あ、乗れた。三角でアグロを走らせます。一度切るごとに。手前に引けばブレーキになります。なるほど。 OK、 アグロ光の方向、カメラマークがむずいです。方角的にはマップ広いなこれ。マップこんな広いんだ。まあ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 、ちょっと出始めに、その、なんか、光が差す方向に行ってみましょうよ。ちょっと、今の操作むずいね。慣れるまで時間がかかりそうです。どう。だ。この崖を登んなくちゃいけないかな。よし。ここ登れん。アーリーに捕まることができます。お、捕まれた。よしよし。ほっ、なるほど、そういうこと。よし、登れた。ちょっと操作感を戻したいというか、覚えたいですね。右スティックで移動。ほっ。よし。下を取る。前転避け。まるで前転回避ができる。捕まるのにあれですね。R2 を押すっていうのがこのワンダと共存の面白いところですよね。よ
まあ移動のチュートリアルとかですね。反転ジャンプできちゃうの？おーし、行こう。なんだ？でかくね。まあまあ巨像っていうぐらいだからそれなりにでかいのは想像してたけど、もはや、あ、弓持ってんだ。うわーすごい。よし行くぜ、巨像狩りと行こうじゃねえか。これどうやって使うのかな。とりあえず気づかれないように後ろから。あ、なんか登れそうだな。あ、間違えた。ちょっと剣はい。あそこのあれなのかな、中っぽいですね。要は登んなくちゃいけないわけだ。行くぞ。あ、こちゃなんか登れそう。よいしょ、ここなのでは。いや、おお、崩れたか。お、崩れたぞ。よし、左足を、このあ、ハムストリングを、ハムストリング。えい、あ、攻撃できないよ。えい、よし、登れ登れ。あそこの上まで、ちょうどこっちか。やばい、よしよしよし、乗れた乗れた。この黄色いゲージが多分なんか握力だったっけな。よし、わー、めっちゃ振られる、めっちゃ振られる。よし、てっぺんまで登るっていうのが定石よ。あそこか。よし、あー、うわー、あー、痛い、体勢を崩すのが難しいな。はい、やはり体勢を。いてててて、危ない危ない危ない。よし、あー、やめて、うるい。よし、登れ。揺れる。よし、一旦登りたいぞ。揺れるな。よしよしよし、あ、あー、危ない。頑張れ頑張れ、ナイス。あー、やべえ、落ちた俺。むずいぞ。ちょっと待て待て待て、弓とかでもいけんのかな。弓はあんまり効果はなさそうだ。移動中乗れねえしな。
あんま意味ねえな。よし、まだ体勢を。揺れるー、揺れ揺れ。よし、よし、今のうちに登るぜ。よし、一旦ここで小休止して。やべ、あんねー。よし、よし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 、行くぜ。よし、危ない危ない危ない。すごい、そこが弱点だろう。一瞬だな、一瞬で決めるぜ。大丈夫？急な意識を失った。なんだ？これはなんだ？洞窟、洞窟じゃねえな。なんか異空間ですね。あ、また最初の。心に戻ってきた。真っ黒、真っ黒クルスケ。お、意識を。壊れた。力を失ったぞ。お、神様。はい、次の相手は海辺の洞穴、動き鈍き者。勇気を持って倒すがいい。海辺ですか。なんだろうね。はい、わかりました。頑張ります。はい、ということでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。ワンダーと巨像、これからですね、過去の自分も超えるために頑張っていきたいなと思うので、楽しみにしておいてください。というわけでね、皆さんご視聴いただきましてありがとうございました。次回もお楽しみに。お疲れ様です。